お願いしますはい時刻は4時を回りました「繁栄軍師巡演の人生好転ラジオ」ここが私のターニングポイントのお時間です。 この番組は毎週素敵なゲストをお招きしてその反省を伺いながらその方のターニングポイントでどんな出来事があり何に気づきどう行動したかをお聞きしています毎回語られるさまざまな人生好転ストーリーの中からラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております本日はえ天才プログラマーとしてかなり有名な、えー 二と宮崎さんにお越しいただきました。宮崎さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎さんとはもうかれこれもう六七年ぐらい。なりますかね。六年ですから、ね。はい。ですよね。はい。はい、長いですね。はい。長いですね。で、最初、あの、沖縄にね、移住してこられた、はい、あの。他府県のこの。 インターネットで活動しているという起業家さんたちの集まりではい。噂を聞いて沖縄にライブドア時代から天才プログラマーとして名を馳せている宮崎さんという方が沖縄にいるんだって聞いてぜひお会いしたいなって思っていたらちょうど平井菜々江さんでしたが食事会の時きにちょっと噂を聞いていたのでそのょっにお会いしてすごく感動したのを覚えています。 うでそのあともねいろんな飲み会とかいろんなところでまあお会いしたりとか、はい、一緒に食事しに行った時に一、はい、回ですねあの飲み屋さんで2人でちょっとたまたま早く来て飲んでる時に、はいはい、地域のコミュニティまあごみ出しの仕方とかおばちゃんなんかの、はいえー、コミュニティの。はい 形を数式かなんかアルゴリズムかなんかで話してた時あったんですよ。なるほど。それがそんなこと。をはい。もう話してても僕チンポンカンポン。天才といえばこういう感じなのかなって思ってすごくでもあの話しててあのワクワクするあの素敵な方なんですけど、あの宮崎さんが現在えっとされていることとかも含めてちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい。 はい、えー、ニート宮崎と申します、はいえー、今あの天才プログラマーとご紹介いただいてちょっとこそばゆい感じするんですけれども今沖縄まず5年前に東京から沖縄に移住してまいりまして今は、えー、IT の会社を。 まあ東京からずっとやっているの20年間ぐらいやっているのとあと投資の仕事を10年間ぐらいいしていますまあ仕事はそれなんですけれども名前に「ニート・宮崎とあの言っておりますようになかなか私こう特徴がありましてですね時間の使い方がおかしくて ADHD っていうんですかはい。 している状態と、うん、あのそうじゃない状態の落差がものすごい激しくて<ー>、まあ、ほとんどの時間は注意欠陥と呼ばれる状態でして要はそわそわしたり集中していなかったり<う>何もできなかったりするんです<う>ですからそのすごい短時間で仕事をわ終わらせて、うんまあ、ほとんどの時間はニートをしているという感じですね。<laughs> まあ、具体的にはあの沖縄では ちょっと時間がありますので、えー、子育て、私がの先ほど申し上げた ADHD とかまあいろんなことがありましてちょっと生きにくい時代が長かったものですから、はい、子育て自分の子ども2人いるんですけれども、はい、子どもの子育てにもすごい気をつけているし、うん、あとはさらにそういったあの子育てクラブみたいなのに入って主に主婦の方とかが多いですけれども、はい、交流したりとか。 えっと、そういう活動を結構してますね、教育系のシンポジウムに出てみたりとか。興味範囲はどちらかというと子育て、教育とか、はい、ある意味、それがつ,つ,あのつながって自分育てとていうかですね、うんあのにつながっていきます私あの、先ほどもちょっと言いましたけども、も ADHD ですとか、あと<ん>愛着障害と呼ばれるものに自分、相当すると思うんですね。ほう 愛着というのは子どもって3、えー、つ子の魂100までという言葉がありますけれども3歳までに、まあ、主にまあ母親お母さんいない場合はまあお父さんもしくはあの養育者ということになりますけれどもはい、はい、養育者との関係を3歳までに土台を作り上げて。 でそれ以降に、まあ、言葉を覚えたりとか勉強だとか社会性だとかいろんなものを学んで大人になっていくと、うん、で3歳までがも,うものすごい大事で、はい、ここのところは愛着形成と言いましてです、ね、心理学等でですねそこがとっても大事なんですけれども私あのどうやらここがかなり問題があったっぽい気がしておりまして、はい、それが結局ちょっとすごい生きにくい時代が本当に長かったんですね。おう まあ具体的にはもう小学校高学年ぐらいから学校にほとんど行かなくなったりとかでも学校の時っていうのはどうにかテストだけできるとごまかせるっていうちょっと日本の場合 <laughs> 日本の学校の <laughs>、はい、私勉強できたんですよ。<laughs> はいはい、で大学まではごまかしきって、うん、でもあの就職活動あたりでも完全に失敗して。 で一応なんとかちっちゃな会社に入ったけれども、うん、まあそれもほとんど続かずあっという間に気が付いたらニート今でこそニートという言葉ありますけれども当時は言葉もなく引きこもりですね、うん、なるほど、うん、あっという間に引きこもりになってもう27歳ぐらいになっちゃいまして<ー>職歴ほとんどなしはいでそこでどん底にいっている自分に気づいて、うん、やっと開き直って、うん で先ほどまあちょっと天才プログラマーとご紹介いただきましたけれども、うんまあ、1998年ぐらい、はいえー、インターネットの創世期の頃に、うん、あの有名な堀江さん堀江門さんの会社がまだ10人もいらっしゃらない頃に、はいうん、どうにかなんか滑り込むことができて、はいうん、それを皮切りにまあ結構すぐに独立をしてでそこからまあ IT 業はもうずっと長い。うん うん、という感じなんですねでただまあ表面的にはそうやってどうにか切り抜いてきた感じだったんですけれども、うん、自分の中ですごい反抗心みたいなものがめちゃくちゃ強くてですね<う>まあお恥ずかしながらあのもう小中高、まあ、ずっと警察の少年科とかの <laughs> 刑事さんにいつも怒られてそう,そうなんですよ <laughs> でさらにに恥ずかしいのは大人になっても、うん さすがになんかまずい内容は絞られたんですけどまだスピードを出すとか車で異常なオートバイとかで異常なスピードを出すとかそういうのがどうしても抜けなくてなんでこんな自分はダメ人間なのかなと思ってそこであの心理学とかいろんな研究をしたんですね。そそこででで先ほど自自分分が気づいいたたととかか愛着障害っってでもその,自分の中ではそういった なんかいろんなものを抱えてきてしまっているけれども、うん、え私はこの今日のまあターニングポイントっていうお話ですから、はい、そこで申し上げたいのは、はい、まあ人生はまあ何度でもやり直しができるよっていうようなことを実体験上ちょっと感じているところがありまして、うんはい、そこをちょっとお話してみたいかなと思ってます。具体的にはです、ね、はい、自分はまあ人間っってて通常誕生日ってまあ1回なわけけですけど、はい なんとなく四回ぐらい感じてるんですよね。人生を四周してる感じです。はい,はい、はい。今日その四周についてちょっとお話できればなと考えています。なるほど。はい、このじゃ最初の一一周目ってな何,何があったんですかまあ一週目はあれですね。はい、普通に皆さんと同じように、はいうん、この世に生を授かったと。でも先ほど申し上げたように ADHD の問題とかゼロ歳から三歳までの愛着障害の問題とかがあって、はい、まあ今振り返ればってことですが、当時は気づいてないですけれども、はい、もう 母の顔色を伺うだけで<ー>まずスタートとしては、うん、あのー、でまあいい子ちゃんだったんですけれども、うん、それが小学校3年ぐらいで爆発しまして、うん、もうとんでもなく正反対の方向に行きましてです、ね、<ー>私小学校3年まで小学校3年の時に全国規模でなんか5万人ぐらい塾生のいる大きな塾で。はい もう超ぶっちぎりのトップとかだったんですよ。<ー>もうそれぐらいいい子ちゃんだったんですよ。<ー> 2>, 2位が例えば400点満点で2位が300点で自分380点みたいな。はい、もう超ぶっちぎりですよ。<ー>そんな自分が一気に奈落の底に小4ぐらいで降いりたいですね。<laughs> いきなり振っちゃったんですね。そうなんですよ。<ー>で逆にその <laughs>。 そういういいパワーを悪い方向に使ってもうちょっと言えないレベルのこともあるんであれですけど <laughs> もうとにかくいつも警察のお世話になっていたということですね。2つ目の転機っていうのはで、はい、でそれでそんな自分にいろいろ嫌気させてる時代が1週目だったんですけれども、はい、2>, まあ2回目の誕生日は19歳の時ですね。ほう あ私、その悪かった時ずっと硬派だったもので硬、はい、派の不良だったのでちょっと女毛がこれっぽっちもなくて、ね、<laughs> 19歳の時に初めて女性と付き合いしたんですよちょっと恥ずかしい話なんですけど19歳でその方がもうなんか天使みたいな人で幼稚園から東京には幼稚園からですね大学までずっと一家の幼稚園。はい あの小学校中学校高校大学って一貫校のカトリック系の女子校っていうのがあるんですけどもまた全然真逆の女う校真逆もいいところです本当にもうありえないぐらいあの正反対の方になぜかお会いす出会う機会があって拾われてでもお付き合いをしたんですねでその時にただただ普通に男女のお付き合いをしてただけなんですけど見る見るうちに私のこの心がはい なんか溶けててていいったたのを自分ででもよく覚えてるんんすよ現れそうですね<ー>あのそれまではもう本当にえー、っとに自分とかお友達以外は全て敵みたいな感じだったのが、うん、<laughs> かなり尖ってましたねそうもう <laughs> とんでもなくひどかったんですけれどもそれがあのそういうのが、ま、緩和されてまあまあ生きやすくは少しずつはなっていきました、まあいきなり2週目で完璧までいったわけじゃないんですけど2週目でもかなり大きく。 その情勢によって変わりましたこの、あのー、残り3週目4週目ってあるんですけど、はい、あのね打ち合わせの時からいろいろ聞いてたらす,すごい面白い <laughs>、ね、あの <laughs> 3週目と4週目面白いですねで残りの方ちょっと、えー、3週目4週目の転換期に入る前に、はい、ここで一回ちょっと CM 入れさせてもらって残りの方を後半で聞かせていただきたいと思います。

はい、繁栄軍事順延の人生好転ラジオ後半です。本日は、えー、ニート宮崎さんにお越しいただいてます。えっ、ー、と宮崎さんの転換期としてあの大筋で四回まあ大きい転換期があったと。はいはい、でそのうちの二つは前半でお話しいただいたんですが、はいはい、残り二つ、えー、後半の方でちょっとお貸お聞きしたいんですが、はいはい、えっと三つ目の転換期ってどこにありました？三、はいはい、つ目はですね、はい、えっと三十四歳で、はい、あの、はい 結婚直後の話になります30からお付き合いを始めていた方と34歳で結婚したんですけれどもその結婚した直後にですね、うん、私のいろいろ大問題が妻に発覚いたしましてまバちょっとあんまり言えない部分なんですけど、まあ、飲む、打つ、買うですね、はいはい、これがあまりにもひどくて、はいあのー、結婚直後に、あのー、もう妻が。 実家に帰っっちゃたんですねもう離婚だと1か月間毎日謝りに行ったんです毎朝でも毎日門前払いで1か月かかっていくうちにだんだん自分もどうなのかなって思い始めましてですねと言いますのは確かに自分のしたことは悪いことだけれども結婚前のことになわけだし結婚してからのことじゃないですか結婚前のことなんですよ くれるのは普通じゃないかみたいにだんだんエゴっていうかそう甘えが出てきましてですね <laughs> でいろいろ考えたんですよ論理的に一ヶ月一応毎日謝りながらもこれもしここで許してもらったとしてもこんな厳しい人だったらもうちょっと人生このあとどうなっちゃうのかと、ま。あ <で>はい、打ち上げそのもうね会社を始めても 10, 10年はいかないか、まあ、まあ数年経って調子もよかったですし、うんはい、打ち上げお金にも余裕があるし、はい、こんなのをもう一旦離婚してやり直した方うが楽しく生きられるんじゃないかってすごい思ったんですよ。論理的に言うともう絶対離婚した方がいいっていうところまでいってましたほうでそれを思いとどまったって何かあったんですかそうなんですよ、はい、え一方で実はささやきみたいなものがあったんですね。うん 今、はい、聞こえてくる声もう一方の声があったんですなるほど心の中に、はい、そうなんです、はい、今ここでしがみつかないと人生終わるぞって聞こえたんですようもうなんていうのかなそんな聞こえても困る聞こえない方がよかったよみたいな <laughs> <laughs> もう生さんすごい揺れてはい もう、超苦しくなって、はい、もう自分で考えきれなくなって、うん、恥ずかしながら、信託をしたんですね、神に託すということですけどもうまさにその悩みに悩んだ1ヶ月経った頃に、うん、もう時間としては夜中3時か4時ぐらい。はい えちょうど悩み,悩みながらこの外を散歩していると家の目の前にあったのがアパートがありましてですね2階建てか3階建てので夜中ですから当然真っ暗でそのちょっとハっと見上げたところにある部屋がカーテンもかかっていてま絶対寝てるだろうとでもそこで何か信託をしたんですね今もしこの部屋の真っ暗なね34時,時で明かりがこの部屋の明かりが3回ピコピコピコってついたらもう腹くくって 妻にこのしがみつくと<う>やり直すとつまりカチカチカチそう,そうそうそういう意味い、ね、それをまあ心の中で言ったんです<う>そしたらその何秒後だったかな、まあ、5秒以内ぐらいにカチカチカチってきたんです、えー、すぐですねいやもう何ですかね背筋がぞくぞくしましたよね<う>はい まあ自分は,実はですねあのそんな露骨な信託はしたことなかったんですけれども実は大昔にその中学生ぐらいにマージャンというものに狂ったことがありましてその時に土壇場ではそういうささやきみたいなものの方が優先だということを実は体感として得ていたんですよ。なるほどですからまあちょっと前置きになりましたけれどもそういうのもあったのでこの信この託にも従うしかないという確信につながりました。そそれでえその,そのことを踏まえて 腹を決めてて、はい、さらに、えー、謝り続けてどうにか帰ってきてきもらったんですねその後はもううまくいってるんですかところがですね、はい、やっぱりそれはすごい大変だったですね <laughs> です今思うとあの信託みたいなもののレベルの奇跡があったからこそ頑張れた、はい、普通だったら頑張りきれなかったと思います<ー>と言いますのはそのだから飲む打つかを全て断捨離したんですね、はい まずはあの友人すべて切れと言われました<ー>、はい、で給料,給料もかなり稼いでたんですけどこれ全部妻に渡すことになり、はい、かつ、えっと、お小遣いなし <laughs>、ええ、厳しいですね <laughs> めちゃめちゃ厳しいですよ厳しいですねもういや特に、まあ、それまで貧困法制だった人ならまだしも、はい、それまで破綻していた、ね、人ですから <laughs> 超正反対の走りこと でも本当に地獄の思いだったんですけれども <laughs>、はい、でも23年かけて結構ペースつかみまして、うん、3年後ぐらいに気づいたのは、はい、あかつてのね、はい、自分がいろんなものにエネルギーを使っていたのは、うんまあ、まさに先ほど ADHD とか愛着障害とかいろんな話しましたがそういった満たされないものを無理やり あの別の方向に満たそうとしていたのであってずっと人生をごまかし続けていたんだなっていうことをやっと気づいたんですよ、うん、ですから無理やり剥がされたところから始めたことによって、うん、あやっと自分ここまで来れたんだなって、うん、だ妻のおかげだなって本当思いましたね、うん、へー、はい、すごいなんか <laughs>、まあ、あの宮崎さんも強烈な印象あるんですけど <laughs> 奥さんも強烈ですねそうでで、ね、ですすねね強烈妻もでも で後で後振り返ってそういう話を聞いたりすると妻もでもそこまで先を見えていたわけではなくて<う>ぶっちゃけ単純に妻のエゴ的なところで言った部分もあったと<ー>そこまで厳しくしたのはだけれどもなんかちょっと普通じゃないところあるんで妻、うん、多分なんか見えているような人,人な感じすするんですよ、ねはい、もう宮崎さんにはもうぴったりの方ですよねそういう意味ではね、はい、おこれがもう3つ目ですね。はい すごいでもこの奥さんとの出会いというのはもう人生の中でも宮崎さんを形成する上でも欠かせなうえで、ー、と次の4つ目って何ですか、はい、4つ目はその後に、まあとに、えー、妻の指導のもとかなり頑張ったんですけれども、うん、それでいけた部分といけてない部分がありまして、ね、ほ<う>と言いますのは自分の本当に内面から湧き上がるようなものはまだずっと蓋をしていたんですね。ほう つまり、まっとうになるのがその第3ステップまでで精一杯だったんです、はいはい、妻のもとで。<う>でも第4ステップ目でやっと,えっと自分の道にみたいなものに入るきっかけがありましたそれがですねお墓を掘って死を体験しようというツアーに参加をしたんです。お、うん、お墓墓をを掘掘るでですすかそうなんですおかお墓を掘って、はい で自分が入ってでまあ参加者の友人というかあの他の方に埋めてもらうんですけどだからまさに死を体験自分の墓なんですかそうなんですよ自分の墓をみんなで掘って一人ずつ入って埋めて埋めてもらうまあう生まれ変わるみたいなまあたまたまななんかピット来ていただけだったんですけどこれどちら沖縄でされてるんですかこれあの東えっと神奈川県の三浦っていうところです。 沖縄からそこに行かれて、はい、あの体験された、それ、あのー、どんな感じで,すか、はい、でそれの時に自分はあのそれまでいろいろ1週目、2週目、3週目と頑張ってきていて、それなりに社会的にはいいところまで来ていたんだけれども、はい、自分の中のなんか、うん、肯定感とか、需要感みたいなものが置き去りになっている感じはあったんですね。<ー>でもところがそのの儀式の時に、はい あの自分が生まれ直前にみんなにお別れの言葉いいんですけれども、はい、これから死にまーすって感じで,、はい、でその時にふっとこう言葉が降りてきたんです、うん、私ずっとなんか自己嫌悪にまみれていた人生だと思ったけれども、うん、実は完璧以上に生きていたんだっていうことがポンって降りてきたんですよ<う>でわが人生に悔いなしって思って死んでいったんですよ<う>こうまさかのですね、はい、めっちゃ自己肯定感低かったんですけど <laughs> まさかのまあ論理的じゃないですよその時は直感的に。はい、でそれでれで生ま 変わって、はい、あの出てきたんですよね。<ー>これこれ本当に何かまさに儀式ですけれどもまさに第四回目は本当に最誕生っていう感じをいまだに覚えてます、はい。自分のまあ理性とかでは到底出てこなかった言葉がその場になんと出てくるとそ。そうなんですよ。まあその後ってどんなんですか見る。 ってい変わりましたねあのそれまであの自分としてはもう自己ど,どこまでいろいろ頑張っても、うん、いろいろな工夫とか出会いとかでね、うん、先ほど申し上げた1週目2週目3週目、まあ、妻と,まとあの出会いさんもあいろんなことを頑張ったりとかしていろいろ良くなっている分あったんだけれどもずっとなんか自分の中でうんやっぱり自分はダメだと思っていたのがか,、はい、かなりその自己需要っていうんですかね、はい、まあ自己肯定というのも自己需要感というものが進んで、うん、いやこれで。 い,や全然いいいや全然んだと、うん、でここから先いよいよ自分の人生をやっとなんか自分で本当に、はい、まあ家族というあの関係とか妻という関係もありますけれども、はい、それとはまた全く別に自分の人生を作り上げていくんだっていうのは小さいことなんですけれども<ー>一歩一歩ここその4週目が始まったのはここ2年ぐらいなんですけど<ー> 2> ここ2年間それを進めている感じですね。面白いいいですね、はい、これも、ね、あの深くちょっと、まあ、いろいろ 具体的にどうだったかって聞きたいんですけど、はい、もうお時間があっという間になってて <laughs> であのまた違う機会にですねあの YouTube の方でもビハインドストーリーとして、はい、えと収録させていただいてるんで、はい、そこでねああのまあ、1周目から、まあ、細かくまた<あ>お聞きしたいんですけど、はい、今度またお時間取っていただいてよろしいですかねあああののの今日はです、ね、あの天才プログラマーとしてあの も有名なニート宮崎さんにお越しいただきましたが本日は本当あのお越しいただいて光栄ですありがとうございましたありがとうございました、はい、楽いしかったですこちらこそでこの番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもお聞きいただきます、えー、FM 技能案での番組名からたど、えー、って登録くださいまたあの先ほども申しましたが、えー、繁栄軍師 のホームページや YouTube の専用チャンネルにも本日のニート宮崎さんのに関するリンクとかまあお張りしておきますのでえ繁栄群誌で検索されてみてくださいえ本日はですねあの前々からえぜひ出ていただきたかったあのニート宮崎さんにえ出ていただきてあの本当嬉しいですえまた来週お会いしましょうさよならさよならありがとうございまた ありがとうございました。うした <laughs> もう深く掘ってるのも奥かとか奥さんとか、じ <laughs> ゃ広げたら <laughs> 面白いなし。心配聞く。広げたど,どこまで,でも行きそうですよね。ありがとうございます。した。また改めてあの。